笑っちゃうぐらい滑るんだよ。10人ぐらい滑ればだいぶハゲてる。もう途中笑っちゃうぐらい夢に出てきそうな。今度滑走性良くなると今度いきなり違うものになります。可能性あるね。そんな感じがしたもん。まるっきりだって作動してない。あれ動いてました？動いてない。全然動いてない。動いてない。スタートが多分切れてない。ちょっと早めに上がっていいよ。滑らないだろ。滑れないでしょ。スキーどん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 下向けてさ、ポールの根元通過するようにしてる。その中、いかに近く今度は通るかの方が勝負になっちゃう。スキー横にしてないです。いいや、あれでしょ。笑ったぐらい多分滑らないと思うけど。仕事を持っていく、笑っちゃうぐらい進めないから、ね、次第に、まあ、下地ができたら進める。足元がどんどん丁寧に動かしていくっていうところだけど、途中俺ステップターンしましたよ。あまりにも動き出した。もう本当だ。なんでだろうな。もうこれ取れたよ、ちゃんと。全然取れなかった。やっぱあのバーかな。バーが最初に取れました。あ、そうなんですか。あーもう根元やらない。はい、大丈夫。ボールから離れてやってくれ。あ、行っていいですか。次は来た。大会のような。ねえねえ、スピード出ないんだからさ、はい、ちょっとビデオの前立たないで。でもさ、スピード出ないから、もっとさ、はい、近くを通るようにする。はい、で、スキーをなるべく横にしないで、下を向けた状態でどん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 ポールの根元をさ、足元を通過するようにして、あの中途半端に近く通るとするとああやって引っ張りかけるから、はい、もう足元に神経集中させて角をつけながらちょっと直線的に狙って、はい、そうすると引っ掛けなくなるから。余裕があっていいじゃないですか。遅すぎだよね。いや、まだいいですよ。俺滑った時、本当笑っちゃうぐらい。でもお尻も押さえた、押さえた。こういう引っ越すとすげえ細かいの立てたら練習なんだろうな。スピード出ないから。うん、もうだって全然違うと思うよ。もう5、6人滑っただけで。最初から取れなかった。もう全然腹から全然取れない。まるっきり想像してなかった。通りだけ取る。ってことは同期できてるってことなんだよ。同期はできる。
なんだ。スピード出ないんだから、なるべくポール下、スキーを下向けてきてみる。で、ポールの根元を撮影する。近く。足元に。で、ポール過ぎたら、どん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 切り替え入る。ポール過ぎたら、もう、次の足に切り替えるように。だって6層機増やしました。あ、そうなんですか。丸6層機スピード出ないなと思ったから細かくしたんですでもだいぶ滑るようになったよね、これね。全然滑走性が見てる、ね、全然違うよね。だって下手したら俺多分負けそうなぐらいの下がってくるからねそういいじゃん、なかなか速いスキーだって。今日さ、スピード出ないからポールの近くを通るようにしてる。足元がね、体じゃないよ。足元がポールの近くをスレスレを通過するようにして、膝をしっかり倒し込む、ね、それとスキーをなるべく横にしない。もう横にもうポールに通過しながらもう切り替えてってる。それの連続で滑る。あった、今日できるから、今日はやりやすいから。マナちゃん、マナちゃん、あ、スピード出ないだろう。はい、だから足丁寧に両方一緒に動かすと考えてくる。わかった。最初なんであんなダラーってするんだ。そう、もっと思い切って